はい、どうも東海オンエアとしみつの個人チャンネルとしみつ東海オンエアのようこそ。本日はですね、6月4日に開催される僕初の豊洲ピットワンマンライブで発売される物販の紹介したいと思います。酒飲みながらね、はい、まあ、とりあえず乾杯しましょうか。皆さん、今日も一日お疲れ様でした。乾杯。炭酸水を買ってなくて、でもこの動画今日撮らなきゃ撮るタイミングないのでやるしかなかったんです。まあまあロックでいきましょうか。はい、いやいよいよ3週間後ですか、迫ってきましたね。豊洲ピット迫ってきたね。もうめちゃくちゃ楽しみで、こちらも準備を着々と進めております。改めてたくさんの応募本当にありがとうございます。今ですね、2時の受付まで入金も締め切り終わりまして、残るは5月20日からの一般販売を残すのみとなりました。入金とかの関係もありですね、一般チケットまだ買える枚数残っておりますので、5月20日昼の12時から販売開始しておりますので、ぜひぜひお越しください。さあ、物販なんですけども、今回はですねこちらの、コンセプトがバーとなっておりますので、ちょっとそれっぽいね、雰囲気のアイテム、まあ見てみるとちょっとネオンっぽいね、ネオン感っぽい雰囲気でビジュアルを作りましたので、それに合ったようなアイテムが並んでおりますが、めちゃくちゃ可愛いです。今回もありがとうございます。デザインはいつもと同じ高大くんです。まあ、早速なんですけど紹介していきましょうか。今回は全部で9アイテムあります。まあ、会場が大きいので、まあ9つのアイテムを出させていただきます。まずはもう一発目からいっちゃいましょうか。 T シャツです。こちらです。プルシュデデーン。ご覧の通り、はい、劇場版としみつバーで、ここに所長ですね。あのビジュアルと同じロゴ、今回の豊洲ピットのワンマンライブのロゴが入っております。そしてこれバックプリントです。フロントいきましょう。ででん。こちらフロントがですね、ポケットの刺繍の T シャツになります。なのでフロントは前回の渋谷のワンマンから使ってる星がある T、 この T を刺繍で胸にあしらったデザイン、ポケットにワンポイント、そして裏にこの背中にドーンとこです。これね、ぜひ夏に来ていただきたい。今回のツアーのみならずめちゃくちゃ可愛いです。でサイズ感、これ L なんですけども、一回着てみましょうかね、これ。はい、さあやってまいりました。背中こんな感じです。どうですかね、背中可愛くないですか。みんなこれ着て豊洲ピットに参戦してください。もちろん来れない方も夏来ちゃってください。これポケットがね、本当に可愛くて、ちょっと近寄りね。見てください、これ。クオリティすごくいいからね。完成度が高いんですよ。でもちろん着心地も抜群です。僕が L サイズでちょっと緩めの、まあ僕が夏に着ているような感じのサイズ感ですね。コンセプトが今回バーなんで、カラーがブラックのみの展開となっております。問答無用で可愛いと思いますので、ぜひぜひこちら買っちゃってください。こちらの劇場版としみつ T シャツ4400円税込みです。さあお次のアイテム、まあ T シャツ着たらライブ定番ものこちらですね。ででーん。マフラータオルです。マフラータオルも説明いらないよね、もう見てわかるもんね。めちゃくちゃ可愛いもんね。みんなこうやってさ、はい、もうこれでもういいもんね。はい、まあ黒黒ですけども、触れるし上げれるし、はい、生地感こんな感じです。触り心地良いです。はい、劇場版としみつマフラータオル、こちら金額2000円税込みです。うまいな酒。もう今日もね11時になるんで、僕もこの後編集してゼルダやっても寝ますよ。まだまだライブテーマものいきますよ。こちらです。ででん。ラバーバンドです。前回の渋谷ラバーバンド出してなかったんで、今回の豊洲もちろん出します。でなんとこちらですね、また何回も近寄るんですけど、これなんと、これ確かね筑校だった気がする。
光に当たるとちょっと光ります。だから今この状態では真っ黒なんだけど、会場に来るとちょっと暗いじゃない。そうするとみんな腕がちょっと光るっていうね感じのはず。ちょっと一回消してみようかな。どう？ダメだ、全然わかんない。今ちょっと光んなかったんで、あのセールスとしては失敗したんですけども、でもこうやってつけて皆さん来てくれますよね。はい、800円です、税込み。こちらもぜひ一緒に買ってもらえたら嬉しいですね。そして僕のライブで、ここ最近ずっと出しているアイテムがあります。それがこちら、チケットキーホルダーです。僕のライブ来てくれている方ならピンとくるでしょう。こちら劇場版としみつチケットキーホルダー、こちらもロゴが、載ってまして、もう毎回立ってるな。一応さっき写真撮ったんだけどね、なんかどうしても寄っちゃいますね。やっぱこの方が見やすいでしょう。はい、日付と豊洲ピットって書いてあります。カバンにぶら下げちゃってください。こちら劇場版としみつチケットキーホルダー900円税込みです。はい、さらに行きましょうか。今度はこちらです。ででん、もうこれはあの写真にします。こちらでん、はい、こちらですね、劇場版としみつのロゴのステッカーセットです。これすごくちっちゃくて可愛くて、こうやってスマホに収まるサイズ感になってます。サイズすごい考えたんですけども、大きすぎても、まあ僕らだったらね MacBook とかに貼れたりするんですけど、まあまあみんなパソコン持っていると限らないので、まあ、どこに使うかなって考えた時にやっぱスマホとかのが多いかなと思ったんで、ちょっとちっちゃめに作りました。劇場版としみつ、これがバー、そしてこれが僕の、レーベルですね、青春現場製作所。この3つに分かれたステッカーセットです。これはね、本当にめちゃくちゃ可愛いです。何かあの小物とかね、ケースとかに目印で貼ってもめちゃくちゃ可愛いですし、貼らなくてもケースの中に、透明なクリアの中のケースに入れておいて持っておくのももちろん OK。 めちゃくちゃ可愛いです。こちらのステッカーセットが、チケキと同じで900円で税込みです。可愛いですね。もうなんか後で早速 MacBook に貼っちゃおうと思います。お次のアイテムなんですけども、これがね、今回別に売る気じゃなかったんですけども、この前ね、あのインスタライブでとあることが起こりまして、久々にインスタライブでギター弾いてね、やろうかな、したらやろうかなと思って始めたら、さっきまで持ってたピックがなかったんですよ。おかしいなと思ってね。ピックってなんかまっすぐなくなるんですけども、まあ、ちょっとポケットとかね、床探したら見つかるかなと思ったら全然見つからなくて、結局インスタライブで30分間ピックを探してそのまま終わるっていうね、意味わかんないインスタライブがあって、僕のインスタにまだ残ってるんですけど、アーカイブが。その時ね、さすがにちょっと意地でもピック見つけようと思って、ここで探し見つけて終わりたいと思ったピック、見つかりました。もう豊洲で売っちゃおうかななんてね、最後の方喋ったんですけども、売っちゃいます。はい、急遽間に合いました。昔売ってたんですけどね、最初の方に売ってたんですけど、こちら青春現場製作所、グリーンのパールっぽいね加工で、ゴールドの文字、わざわざ別に言ってないですけど、ここまでの去年とかね、一昨年のツアーでもずっとこのピック使ってました。こちらのピックを今回緊急で販売します。わけわかんない台紙で販売します。ちょっとそのまだ写真がないんですけども、こちらのピック2枚セットで500円です。商品名青春現場製作所ピックなんですけども、今回に限っては30分探した青春現場製作所ピックという名前で売りますので、インスタライブ見た方、普通にピックが欲しいなって思う方はぜひぜひこちら、あの見つかったお祝いだと思って買ってください。はい、まあこれ穴開けてキーホルダーにしてる人とかもいましたんで、まあ、そういうアレンジの仕方もありだなと思います。硬さは結構もうミディアムぐらいで、ギターを弾くにはすごいちょうどいい硬さかなと思います。本当に僕これ使ってます。多分豊洲でも全然これ使ってライブします。はい、2枚セットで500円です。さあ、そして T シャツとか、まあ、タオルとかね、まあ、その場で着ないよって人にとってはちょっと荷物になっちゃう場合あるじゃないですか。そういった時ね、まあ、僕も結構ライブ行った時に思うんですけども、まあ、カバンとかねあったらいいなっていう感じですね。今回出しちゃいます。こちらデーデン、劇場版としみつマルシェバッグ。ちょっとシワで申し訳ない。もうこういったね、もうナチュラルな生地の色、黒のプリント、ちょっとカラーにするとうるさくて使いにくいかなと思ったんで、こんな感じです。シワだらけやん。硬さもね、すごくちょうどいいですよ。
まあ、正直エコバッグとしても全然使えますね。こちらのマルシェバッグに、買ったグッズとかね入れて持ち帰ってはいかがでしょうか。こちらマルシェバッグ2300円税込みです。さあこれでアイテム全部、あれなんだこれ、劇場版としみつバー、あれ今僕お酒飲んでたグラスになんかこういう、お酒飲んでたまたまねこれグラスで今ロックグラス飲んでたんですけど、なんかロゴ書いてあるな、これもしかしてグッズかこれ、あ、これグッズだこれ、はい、あ、なるほどね、はいはい、今俺がたまたまこのねお酒飲んでて、はい、こちらのグラス劇場版としみつロックグラスだったわ。なんだ全然気づかなかったよこれ、ロックグラスも売るんだ、へえ、いいね。まあコンセプトバーだしね、こういうのがあってもいいよね。で俺も主張もあんましてなくてね、普段しっぽりとやりたい時にもあんまうるさくなくお酒飲めるし、あーそうなんだ、めちゃくちゃいいじゃんこれ、なんだ全然気づかずにいいロックグラスだなと思ってお酒飲んでたわ。はいっていうね茶番を置いておくんですけども、こちらのロックグラスも今回思い切って売ってみようと思います。まあ未成年の方もいると思うんですけども、夜の晩酌にいかがでしょうか。こちらのロックグラス、まああってね困るもんじゃないと思うし、よくねお土産とかでショットグラス買って帰る人も多いと思うんですけども、まあその感覚で、まあ、ちょっと大きいけどね、ちょっと大きいけどもみんな別手ぶらで来ないじゃない、リュックとかで来てなんか預けたりするじゃないですか。なのでね、まあなんならマルシェバッグもあるからね、そういったものも買ってこれ入れて持って帰ってはいかがでしょうかって感じです。はい、可愛いです。これも作るの迷ったんですけども、今こうやって持ってみて、あ、良かったなって思いますね。自分のロックグラスちょっとテンション上がります。はい、そして、え、何これ、今俺がこれロックグラス置いてたコースター、これよく見たらこれラバーコースターだった、これラバーコースターのキーホルダーじゃった、これじゃった、これなんだ、ちょっと水滴ついちゃってるけど、レコードみたいで可愛い、可愛いじゃん。まあ、ちょっと俺これねコースターとして使ってたけども、まあ、元々はこれキーホルダーだね。うん、俺いいコースターだなと思って使ってたじゃんって感じで、ラバーコースターキーホルダーですねこれ。まあ俺多分普通にこれコースターとして使っちゃうかも。コースターで大事な、はい、これ、はい、ちゃんと滑りにくいです、ありがとうございます。はい、完全にこれとこれセット、もちろんこれ単品でカバンにつけても OK、 両方買って家に置いてお酒飲むのも OK、 かわいいねこれ、めっちゃかわいいですよ、うん、こちらの劇場版としみつロックグラス1800円税込み、そしてラバーコースター1400円税込みです。これ意外と安いね、結構お値打ちなんじゃないですか。全然なんかワンチャン2500円とか3000円とかつけられてもおかしくないクオリティだと思いますよ。これ下がちょっと可愛いです、こうやってギザギザになってて彫刻可愛いです。っていう感じで以上がトヨスピットグッズ全てでした。どうでしたでしょうか。はい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 、みんなこれ買って来てつけて、カバンにつけて会場来てください。はい、てな感じで、ま、これはね本当のお酒なんでお酒を飲みながらの紹介にはなったんですけども、もうトヨスピット本当にさっきも言いましたけど、もういよいよ本当にあっという間ですね。もうすぐなんでトヨスピット、実に4年ぶりですか、令和になる瞬間、ミノロックとかその辺ぶりなので4、5年ぶりですね。もちろんワンマンでは初めてです。イベントでは何度か出させてもらったことありますが、必ず楽しませますので、ぜひぜひ。まだ迷ってるよっていう方、もしくは今そんなことやってるんですねって知ってくれた方、大歓迎です。初見大歓迎です。みんな楽しませますんで、ぜひぜひ来てください。てな感じでね、今回もグッズ紹介になってしまったんですけども、可愛いでしょっていうグッズ紹介でした。詳しくは僕のウームの SNS でチェックしてください。それじゃあ次はトヨスピットで、ありがとうございました。バイバイ。